シンガポールの高速道路は自動車専用道路で1966年にパンアイランドエキスプレスウェイが開通したのが始まりである。表記はハイウェイではなくエキスプレスウェイで通常はそれぞれの高速道路名を略して3文字のアルファベットで呼ばれる。総距離は1 4 8トル料金は 基本的には無料であるが一部の都市部を通る区間のみ渋滞を緩和する目的で一般の道路と同じく ERP にて料金を徴収される。管理は陸上交通庁。1966年にパンアイランドエキスプレスウェイが開通島国であるシンガポールは隣国であるマレーシアと橋がかかっており、シンガポールの高速道路もマレーシアの高速道路網に接続している。 接続しているのは2カ所で、北部の武器、ティマエキスプレスウェイから、ジョホールシンガポールコーズウェイを通って、マレーシアのスクダイハイウェイに入る方法と、西部のアヤラジャーエキスプレスウェイから、マレーシアシンガポールセカンドリンクを通って、マレーシアのセカンドリンクエキスプレスウェイに入る方法がある。いずれの場合も、シンガポール側で出国審査をし、橋を渡ってから、マレーシア側で、 入国審査を受ける。また、マレーシアからシンガポールに入国する際はすべて逆の手順になる。2016年現在、シンガポールでは10の高速道路がある。ありがとうございます。